ちはゆっくりと下り坂に向かっていて、九州では雨が降り出しています。午後はだんだんと風が強くなり、夜9時以降は雨となりそうです。予想最高気温です。全国的に昨日と同じくらいでしょう。暖かい空気が流れ込むため、日差しが少なくても気温が上がりそうです。明日のお天気です。発達した低気圧の影響で、明日の通勤通学の時間は雨と風が強いでしょう。明日は雨が短く、普通に晴れてきそうです。それではお天気でした。会場付近に設置する電子看板やスマホによって知らせるんですけども、水滴の量は増える。
どう案内するか。これ人の分の情報は角度ごとに入ってカメラでセンサー、さらにスマホを使ってインターネットで何人ぐらいが接続してるか、みんなほらスマホでこうやりながら帰るじゃないですか。そうするのをこのデータとして取って、事前に集めたデータと当日のデータを組み合わせて、あ、ここはこの層だって言ったら警備員もこれだーって言って先に行って警備をしておく、そういうことをやるんだよと。でこれがうまくいけばオリンピックの後の災害時の避難誘導とか市街地の整備計画を使えるよね。強化編ミチルターン、ミチルターン、ただこの辺食べれないですか。この前会ってんじゃん、この前の撮らせてもらった時もお会いしてめっちゃ食べてましたので、この前結構知りかけた、中の自然の食この前10玉だけど、与党側が来年のさ衆議院での採決に7玉です。与党側は7玉に乗ってくる名前でやってて思ったけど別次元だ。ちょっと目疑ったら3キロって嬉しいんだろうな。裁量型農道の対象範囲の拡大、対象業務の拡大、これは関連法案から削除すべきではないか。最低限でもそれはやらなければならない。裁量労働制の体制に返し、国民の皆様に疑念を抱かされることとなったことについては誠に遺憾であります。ここをきっちり実態把握しない限り、政府全体として前に進めないという気持ちでございます。安倍総理は不適切なデータ処理問題について実態把握を優先して進める考えを示しましたが、その方向については厚生労働大臣を中心に検討させていただきたいと踏み込みませんでした。来年度予算案について与党側はこの後予算委員会で採決、そして夕方以降に開かれる衆議院本会議で自民公明の賛成多数で可決される見通しで、同時に参議院に送られる方針です。予算案が今日衆議院に通過すれば年度内の予算成立が確実になります。室井さん、野党側はこれにどう対抗するんでしょうか。はい、野党5党は河村予算委員長が採決に踏み切った場合、委員長の解任決議案を提出するなど一定構成の構えで、今日夜にかけて国会は大きな幅を迎えます。はい、ところで昨日就任後初めての記者会見で北方領土の色丹島を釈丹島と言い間違えた福井照沖縄北方担当大臣が予算委員会で謝罪しました。定着だというふうに申し上げてしまいまして、大変、元党員の皆様、そして、北海道の皆様に、ご迷惑をかけたことにつきましては、お詫びを申し上げたいと思います。福井大臣が昨日、就任後初の記者会見で、四股担当を車庫担当と言い間違えたことについて、予算委員会では野党議員から緊張感に欠けていると指摘されました。福井大臣はメモなしで私自身の言葉で釈丹と申し上げてしまったなどと釈明し謝罪しました。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。2020年の東京オリンピック・パラリンピックの大会マスコットのデザインがいよいよ決定します。全国の小学生が3つの案から選んで投票した結果が間もなく発表されます。東京大会のマスコットはエンブレムに使われる市松模様が特徴のアのアンと、招き猫と神社の狐、狛犬のモデルのイのアン、そして日本昔話に出てくる狐と狸のイのアンの3つが最終候補として残り、国内外の1万6000以上の小学校およそ20万クラスが参加して投票が行われました。大会組織委員会は先ほど有識者などによる審査会を開いて結果を確認しました。
変更にあたり大会組織委員会は異例の選び直しとなったエンブレム騒動を教訓に開かれたプロセスを掲げ全国の小学生による投票で決めるという初の試みを行いました。関係者によりますと投票開始後アナ票数を伸ばしていたということですが情報漏れを嫌い最終的な開票作業は手が早くに行ったということです。この後小学生に都内の小学校で採用されたデザインが正式発表されます。明日にかけて西日本から東日本の太平洋側を中心に台風並みの強い風が吹く春の嵐となりそうです。低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で大気が非常に不安定になります。このため西日本から東日本の太平洋側を中心に局地的に激しい雨が降り春の嵐となりそうです。西日本では四国で春一番の発表がありそうです。沖縄は日本海を東へ進む見込みです。前線が伸びている地域では大気の状態が非常に不安定になり荒れた天気となる見込みです。今日の夜には九州付近でまとまった雨また暴風に警戒が必要です。そして明日の朝には関東地方で通勤通学の時間に風の恐れが出てきました。交通機関の揺らぎも警戒してください。そして夜にかけては北日本で大雪や暴風雪による注意が必要です。去年も強い風によって交通機関が乱れました。明日予想される最大瞬間風速北海道、東北、北陸地方では35メートル、東海地方では30メートルの風が予想されています。外に置いてあるものなどが飛ばされるように事前に注意をしてください。次は中央新幹線の建設工事をめぐる断水事件で大手ゼネコン4社の当時の幹部らが発注額が大きいとされる難工事の入札で不正な受注調整をしていた疑いがあることが分かりました。東京地検特捜部は当時の幹部らの刑事責任の追及に向けて捜査を進めるものとみられます。 JR 東海が進めるリニア建設工事の入札をめぐっては東京地検特捜部が去年12月、大手ゼネコン4社を一斉に家宅捜索していますが、関係者によりますと大林組と清水建設が談合を認める一方で大成建設の担当者らは談合を否認しています。その後の関係者への取材で4社の当時の幹部らがリニア関連工事のうち難工事で発注額が大きいとされる品川駅などの新設工事の入札で各社が競合しないよう受注調整をしていた疑いがあることが分かりました。特捜部は当時の幹部らから特定の事故を違反の疑いで事情を聞くとともに刑事責任の追及に向けて捜査を進めるものとみられます。行方不明の兵庫県三田市の女性と見られる切断された遺体が大阪と京都で相次いで見つかった事件で、逮捕されたアメリカ人の男は過去にも日本に来たことがあり、警察は遺体を遺棄した場所に土地勘があった可能性もあるとみて捜査しています。バイラクタル FBE バシリエビッチ容疑者は兵庫県三田市の女性を大阪市内のマンションの一室に監禁した疑いで逮捕されました。その後供述に基づき大阪府と京都府の山中で三田市の女性とみられる切断された遺体が相次いで見つかりました。大阪関係者によりますとバイラクタル容疑者は先月末に観光目的で来日していましたが、それ以前にも日本に来たことがあり、遺棄現場のあたりに土地勘があった可能性があるということです。警察は今日午前から司法解剖して死因などを調べています。北海道岩見沢市の山林で19歳の女性の遺体が遺棄されていた事件で、逮捕された知人の男ら3人のうち1人の車が犯行に使われた可能性があることが分かりました。札幌市の飲食店経営陳智則容疑者と長谷川光太容疑者ら3人は去年12月15日頃、知人の三好雄二さんの遺体を岩見沢市内の山林に捨てた疑いで逮捕されました。その後の取材で長谷川容疑者の木戸の登山用の車が押収されていることが分かりました。遺体が遺棄されたのと同じ時期、道路付近では似た車が目撃されていました。
北朝鮮のキム・ジョンウン党委員長と父のキム・ジョンイル総書記が1990年代に未明でブラジルのパスポートを取得し使用していたと報じられました。日本への渡航に使われた可能性もあります。ロイター通信が公開した2冊のパスポートのコピー画像、ダイクラハブラジル大使館のスタンプが押され、キム・ジョンイル氏とキム・ジョンウン氏がブラジルサンパウロ出身の別の名前の男性として登録されていることがわかります。キム総書記らは2名のパスポートを使い、少なくとも2つの西側諸国でビザを申請しましたが、実際に発給されたかはわからないということです。また治安関係者の話として、ロイター通信はこれらのパスポートは日本や香港、ブラジルへの使われた可能性もあると伝えています。アメリカホワイトハウスで正式な機密を取り扱う資格を得ないまま職務を行っていることが問題視されていた大統領の娘婿クシュナー大統領上級顧問が最高機密へのアクセスを制限されたことが分かりました。アメリカの複数のメディアは27日、政府関係者の話としてクシュナー上級顧問はトランプ大統領が政府高官から説明を受ける外交や安全保障などの最高機密を知ることができなくなったと伝えました。クシュナー氏をめぐっては機密を取り扱う資格を得るのに必要な FBI による身元調査が終わっていないのに、ホワイトハウス内で仮の許可で最高機密を取り扱うことが問題となりました。通商や中東政策担当としてトランプ政権の内向に深く関わるクシュナー氏が特務を続けるのかどうかが注目されています。渋谷で飲んでて、女で好きな渋谷飲まして、渋谷のアサド政権軍による激しい攻撃が続く、ロシアが起こった5時間の停戦が始まりましたが、停戦中も空爆などがあり、複数の死傷者、あれですか、あのガリミチブ的なやつですか。アサド政権の後ろ盾となっているロシアは、首都ダマスカス近郊の反体制派であったり、東文化地域の一般市民を脱出させるためとして5時間停戦を求めました。停戦は現地時間27日午前9時から始まりましたが、 NGO のシリア人権監視団によりますと、27日の東文化地域では停戦開始後も空爆や攻撃が一般市民市民が死亡、26人が怪我をしているとされています。ロイター通信によりますと、ロシア側は今後も1日5時間の停戦を続けるとしています。東文化地域では18日からアサド政権軍による激しい攻撃が行われていて、これまでにおよそ570人が死亡しました。大阪にある高さ日本一のビル、アベノハルカス、来月7日から高さ300メートルの最上部の屋内デッキを歩く空中歩行が楽しめるようになります。スリルを味わいながら絶景を楽しむ、こんなコンセプトのため、アベノハルカスは来月7日から高さ300メートルの最上部の屋内デッキを歩くアトラクション、エッジ・ザ・ハルカスを始めます。今日は一足早く内覧会が行われました。デッキの幅はおよそ60センチ、専用ユニフォームに安全ベルトをつけ、およそ20メートルの空中歩行です。本当に怖かったですやっぱり足がすくんでますガラスとかないんで、なんか安心感もよりそうない状態でいるんで、やっぱ開放感が一番すごかったので、エッジ・ザ・ハルカスは展望台入場料のほか1000円が必要です。メットライフセンター、たった1日の入院でも10万円が受け取れる保険があるんだ。10万円だよ。しかも持病があっても申し込めるんだ。私の歳でも大丈夫かしら。85歳までだから大丈夫。今の持病が悪くなっても入院
手術の保証は一生涯で、保険料はずっと上がらないんだ。それいいわね。詳しくは電話だな。0120-117-117。いいな、いいなだよ。それでも運転していた男は車を乗り捨て逃げ出します。走る男、警察官は追いつけません。すると後ろから猛スピードで黒い影が。犬です。警察犬がタックルで押し倒し、腕に噛みついて男を捕らえます。警察官が駆けつけ男を制圧。車を盗んで逃げていた男ですが、任務に忠実な警察犬によって御用となりました。2014年8月以降、爆発的噴火などを起こしていた熊本の阿蘇中岳で、安全が確保されたとして火口周辺の規制が解除されました。3年半ぶりに火口見物ができるようになり、熊本地震の復興を目指す中、観光面での明るいニュースとなりましたが、今日午前はあいにくの濃い霧でお預けとなっています。千葉県茂原市の住宅でおととい、85歳の椎野よし子さんが血を流して倒れ、殺害されているのが見つかった事件で、椎野さんの首に絞められたような跡があることが、捜査関係者への取材で新たに分かりました。またこれまでに、遺体の上半身に複数の傷があったことも分かっています。警察は、親族が椎野さんの家を訪れた今月25日の夕方以降に事件に巻き込まれたとみて、現場の状況などを詳しく調べています。アメリカの中央銀行 FRB のパウエル議長は27日、就任後初めて議会で証言し、来月の会合で新たな道筋を示したいと述べ、現在年3回と想定されている利上げのペースを見直す可能性を示唆しました。ニューヨーク株式市場では利上げのペースが早まる可能性を懸念し、売りが先行。ダウ平均株価は前の日よりも299ドル安い2万5410ドルで取引を終えました。そして東京株式市場も下落しています。午前の日経平均株価は80円の下落です。アメリカでの利上げペースが早まるとの見方から、円相場も円安ドル高傾向となっています。
毎日しっかり貯金してくださいね。エルタ今日の特集は限定だらけ早春の熱海。とても綺麗ですよね。梅の時期だけ楽しめるお得なスポットや観光客に大人気新ご当地グルメも。神奈川県寒川町の76歳の男性コンビが車を運転中に中学生をはねて怪我をさせ、そのまま逃げた疑いがあることが分かりました。警察は州内にもひき逃げなどの疑いで書類送検を行いました。去年12月茅ヶ崎市の交差点で横断歩道を自転車で渡っていた中学3年生の男子生徒が軽乗用車にはねられ、首や腰に全治3週間の怪我をしました。車は現場から逃走しましたが、その後の捜査で寒川町の斉藤恒雄町議が運転していたことが分かったということです。赤いのでブレーキを踏んで避けて、すごいで帰りました。私は何がやるんですか、大丈夫って言ったら、大丈夫です大丈夫です踏んでますから、特に一緒に私の踏み出すことで真逆だったんですね。その場を踏んで去ってしまった。斉藤町議は青信号で渡ったと主張していますが、警察によりますと複数の目撃情報などから斉藤町議は赤信号を無視して走行していたということです。事故直後に車を修理に出していて、任意の調べに対し相手が大丈夫だと言ったのでその場を立ち去って警察に届け出を出さなかったと話しているということです。警察は州内にも死に逃げなどの疑いで書類送検する方針です。斉藤町議は8年前女性をはねる死亡事故を起こし、当時勤めていた町議会の議長を辞任しています。長期の在留資格を得る目的で偽装結婚をしたとしてフィリピン国籍の女ら2人が警視庁に逮捕され、